次は深層心理テスト,テストイエーイこのコーナーは心理テストを通して JG の心の中を覗くコーナーです、はい、あなたの家にすりガラスになっている窓が一つだけあります怖いやん、うん、怖い怖いやんなんで一つだけ <laughs> 窓を開けた先の景色はどれ俺はパッと今思い出した景色がある何 <laughs> ですか 言っていいですか？僕質問見てないですよ。よ、うん、パッと開けたら雨が降ってる。うん、暗くて。えー、あるそれ？ないです。はい、ないですね。ない <laughs> かい。ないかい。ないかい。一番マンションの壁。二、うん、番隣隣の家のおふ風呂場。いいね。<laughs> はい。<laughs> いいねじゃねえよ。お前すぐ。三番騒がしい繁華街。三番。 あ、四番じゃなか四 <laughs> 番。四<ー>番。四番、四番。はい。四番、電柱。電柱って何？で、あの、トンボって。ああ<ー>。何番にしますか。二番にします。二番。だ <laughs> やね、その。あ、皆さん、さっき韓国の言葉あのやったんじゃないですか。ついでに僕一つ教えます。くそ속서んみそ それ古いっすよ。古いですね。それ今の人も使ってないんです。はいうん、今の若いものはわかんないです。そういうの。うん、そういうの、僕たち高校生もう8年、十八年、9年前にやってたやつを今さらやってたらどうするんだよ。そクソ。そう。はい。まあまあまあ、本来に戻って。2番。ちょっと待って。隣の俺本当に雨が降ってて、ここにジャンボジャンボった。天柱天虫があると思ってたからじゃあ、電柱電柱オ電ケー じゃ僕はやっぱり騒がしい繁華街ですね。うん、やっぱりね、あの人がいっぱいいるい。じゃあ早速見てみましょう。はい。この心理テストはですね。<laughs> あっ、あの嘘つきど。Yes。面白いぞ。<laughs> 確認する。あの心理テストでした。はい。まず一番、一、はい、番のマンションの壁を選んだあなた。嘘つきど。七十パー なかなか高いですね,高いですね秘密主義でどんなことも隠そうとしています、はい、これ誰だろうね、うん、秘密主義というのはまあ順がちょっとこんな感じだったかなうん、うん、秘密が多いみたいなうん、うん、息を吸って吐くのと同じように嘘をつくことができますワウ<ー>これも能力だわ二、うん、番,え番隣の家のお風呂場これは四十パーセントですね、うん、嘘をつくというより 表に出している感情や、あの表情とは。別の思いを胸に隠していそうなタイプ。俺や、俺ちゃう。わかんない。うん、じゃ、あ三番、三番。騒がしい繁華街を選んだ僕ですね。十パーセント。なんで。正解。十パーセントですね。正直な心の持ち主で。あの嘘をつくことはほとんどありません。何でも素直に対応するあなたは。 信頼のできる人、そう。酒だけ飲まなかったら俺信頼できる。そうこれ違いますね。これ絶対間違ってる。間違ってる。今回間違ってる。いや完全にやってますね。今回間違って完全にやってます。しかも僕は嘘つけないんですよ。嘘ついたらみんな気づいちゃうから。四番。四番。電柱を選んだギュミ。嘘つき度九十パーセント。九十パー。 これ違うって当たりー<で>これ読んでいきます裏の顔を持った詐欺師のような心の持ち主 <laughs> 世界は騙し騙されの世界であると感じている <laughs> 確かにこいついつも僕に嘘つくんですよ <laughs> 絶対にバレそうな嘘をついて結局自分で僕に言ってしまうんですよ昨日例えば お前、もう遊びに行くなよとか遅くまでお前外にいるなよとか言ったら「俺行,く行,くな行かないよ」とか言って後から自分から「てかさ昨日めっちゃ遅くまで飲んだんだけどさ」とか普通に言うんですよこいつ自分から。でそっから僕が「こいつまた騙しやがって」と思ったらこいつが自分で「あ今バレた」と気づいて「おちょっとちょっと空気吸ってくるね」その場から消えるんですよこいつは。 でもそんな嘘つく？2番が当てると思うよ。だって別の思いを胸に隠してんのに俺がどうやってしてるの？そうだね。でしょ？まあこれはまあこんな感じのシニテス。冗談冗談でやっているのでまああんまりね。100%当てます。当ててもらってます。まあ皆さんも当てたんですかね。そうですね。また次回のシにテストも楽しみしてください。